皆さんこんばんは絶賛声枯れ中こんばんは期間支援何日目4日目治りかけです治りかけなんですけど声が出ないんですなんかやってるああ今日も一日練習が終わりました終わりました。今日は長崎県立大学とはい合同練習会2でした僕は久しぶりに仙豊高校にレッスンに行ってきました。今週の土曜日もまた合同練習3が入ってます。いよいよ来月県立大さんの定期演奏会です。今日あのポスターをもらったんですけどちょっとここに持ってきてないので土曜日にあの県立大さんと一緒に告知動画を撮ろうと思ってます。おお、大学生登場。私の工科高校時代の教え子ももう4年生就職先が決まったそうです。おお、報告してくれました。嬉しい限りです。もう教え子が大学卒業か。早いな。お前も年取ったな。この前はまた工科高校時代の吹奏楽じゃない生徒がですねうちにわざわざ挨拶に来てくれて、福岡支店でですね、あの働いてて、ちょうどあのマーチングの衣装を作る時にですねお世話になってた業者さんとともにその生徒さんが来てくれて、覚えてますかって言ってくれて、野球部の生徒だったんで覚えてましたよもちろん。おお、よかったな。あ、大人になってました立派に。嬉しい限りです、うん、早いな年を取るなんて。あの時まだ22歳だったのに28歳になっちゃったよ22歳か。大学卒業してすぐだったんでですね、うん、前も28か。28ですよ。俺が対馬にいた頃だな。もうやばいよまあその前に年よりも声がやばいな。はい、声がやばいって裏返っちゃいますやばいな、明日からの授業声が本当ねわけで今週はライブ配信を金曜日、はい、何日、1313日の金曜日。ちょっと縁起悪いな。なんで、あのマスクかぶった人のやつマスクかぶった人っていうか、まあジェイソンでしたっけ。なんとなくそんな感じ、よく覚えてないけど、なんかマスクかぶった人ですよね。なんか光る、うん、緑色の。だからこうちょっと周囲に気をつけながらライブ配信を行いますのでイエーイ。その時にはもう声が治ってるからきっと結構視聴者の皆さんで心配してる人もいたから。あのですね、元気は元気です。めちゃくちゃ声がちょっと変えてるのと、あの喉はもう全然痛くなくて、ちょっとまだ喘息気味なのところがあって、夜だけですね苦しいんですけど、薬も飲んであのるので元気です。喘息気をつけとかなきゃな。いつもこの時期になるんですよ。きっと来年の今頃もなってます去年の今頃もなってました。そうだっけ。そうです、毎年です。この9月終わり10月ぐらいになりますね。秋の花粉にやられます。うん、あ、そうか、そういえばそうだったな、はい、高校3年生の時にアレルギー検査したらすごい数値だったもんな。はい、うん、アレルギーです、うん、イエイイエイっていうとこではないけどというわけで、あの今週は金曜日にまだ19時、うん、
早いかな、19時13日の19時、この前19時集まり悪くなかったっけ、19時半、19時30分に出しました、しましょう、うん、19時半、19時30分から7時半から10月13日の金曜日19時30分からから新たにね、この一月でまた100人程度チャンネル登録者さんも増えているので、ぜひライブ配信に来ていただいて、いろいろとこうやり取りをしましょう。なかなか最近動画を上げなくて、うん、俺の動画を上げたら人減ってっからさ、そんなことないねえ。ああ声がで、これも今日あげようか、はい、ね、ランチも撮ってるので、またちょっと日をずらしてあげていきます。頑張ります。というわけで、じゃあ皆さん、今日は10月3連休最後の日、練習頑張りましたという近況報告と、ちょっと体調の報告、そして今週の金曜日の19時半からのライブ配信の予告でした。見に来てくださいね皆さん、13日の7時半ですよ、夜の。はい、皆さんそれではさようなら。バイバーイ。カラカラ声でごめんね。バイバーイ。